トマストムソントマストムソン1773年4月12日1852年7月2日はスコットランドの科学者、鉱物学者、ドルトンの原子理論を普及させた人物として知られる。醸造、ワイン製造で用いられる、検討系、王立協会会員、スウェーデン王立科学アカデミーの通信会員。トムソンはパースシャーのクリーフで生まれ、 ダンディー高等学校を卒業後、1787年から3年間、セントアンドルーズ大学で古典、数学、自然哲学を学ぶ。1795年にエジンバラ大学に進み、1799年に医学を修了するが、東大学でジョゼフ・ブラックの科学講義も聴講し、その影響で科学研究に進む。1796年、トムソンは、 ブリタニカ百科時典第3版の補完の編集業務を兄のジェームズから引き継ぎケミストリー、ミンダラジー、ベジタブル、アニマルダイイングサブステンセスの項目を執筆した。1802年、これらの論考をもにしてシステムオブケミストリーを表す。ブリタニカ第7版でもケミストリーの項目を執筆した。化学反応による気体の体積変化一覧1800年。 エジンバラ大学で科学講義を開講し、またラボを開いて学生への実験指導や教育を1811年まで行った。1812年にスウェーデンを訪問し、翌年現地の鉱物学や地質学の知見をまとめて旅行の記録を出版した。1813年には商業的科学機関士のアンルズ・オブ・ファラスフィーを創刊し、 科学の情報発信の中心を一時的に担った。1817年、グラスゴー大学の科学講師に着任し、翌年には近帝教授になり、1841年まで在職した。1804年8月、トムソンはドルトンと会い、彼の原子理論について初めて聞く。ドルトン自身はこの見解を1808年の ニューシステムオブケミカルフィロソフィー第一巻第一部で公表するが、それに先立つ1八百七年、ドルトンの同意の下で、トムソンが自身の A システムオブケミストリー第三版で先に公表する。1八百十年に、ドルトンのニューシステム第二部が出版された後、トムソンは八百十三年と八百十四年のアンデュズ・オブ・フィロソフィーで複数の論文において様々な 化合物の成り立ちがドルトンの理論を裏付けていることを詳しく論じ、以後のヨーロッパにおけるドルトンの原子理論の定着に貢献した。1819年、トムソンはウィリアム・プラウトの仮説を裏付ける実験を行い、1825年、アン・アテンプト、2エスタブリッシュ・ザ・ファースト・プリンシプルズ・オブ・ケミストリー、バイ・エクスペリメントとして発表。 ただし、学生読者への教育目的で書かれたものゆえ、分析記録は正確ではなかったため、スウェーデンの科学者イエス・ベルセリウスを含め、多方面から批判された。ハンフリー・デイビーは1808年に、シリカから単離した元素に、金属を表すゴビーアムをつけて、サリシアムという名称を与えていたが、トムソンは1817年、この元素が、放素や炭素と同様、 非金属であると判断して、非金属を表す語尾音をつけて、シリコンと名付けた。これが、現在まで使われているシリコンの故障となる。1820年、伏石の新種を特定した。同年のアンルズ・オブ・フィロソフィーにおいて、鉱物学者のヘンリー・ジェームズ・ブルックによって、この記事の執筆者にちなんで、トムソンの中からトムソン・イートと名付けられた。スコットランド消費税庁の委託を受けて、 上造、上流業に対する調査を行い、検討形を発明した。ジェームズ・ハットンの地質学上の学説を批判し、1808年、ウェルネリアン自然史協会の設立に携わった。ありがとうございます。